皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだぜ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。今回はまず足利を攻めるぜ。足利といってもこっちは関東の方ね。小学坊だな。とりあえず里見に共同軍を出しんだ。応じてくれるかな？応じてくれたわね。ではこれより攻め入る。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。ただいま絶賛城攻め中だぜ。里見の他にも黒人衆、自衆が味方についてくれたわ。これなら勝ったも同然だ。さようであるな。見よ、この軍勢よ。大軍を成しておるぞ。大田原春樹を舞台壊滅。さっさと武将を捕らえぬか。柳田春樹舞台壊滅。勢いは我らにあり。総大将、足利義昭壊滅。大将がいなければ何もできまい。結城正人も部隊壊滅。やっと捕らえたわい。とりあえず休憩。回復次第、総攻めとする。よし、このまま一気に落とせ。皆の者、勝利は目の前ぞ。よし、城が落ちだぞ。おお、芝明高が功を挙げたか。高齢とはいえその腕前は確かよのう。さようであるな。かかか、ぞろぞろと壊滅しておるわ。我らの敵ではなかったな。それでは武将紹介、行ってみるか。行ってみよう。さーて、誰があるかな。まずは原種貞。種貞は千葉市の家臣、種清の隠居に伴い家督を継ぐ。その後、孫である薄井久種を傀儡下、薄井城を支配下に収める。だが正木信繁の侵攻を受け薄井、小弓城を奪われるも後に奪還。薄井城を攻めてきた上杉謙信にも勝利を収めたという武将だ。とりあえず登用。次なるはどきためより。ためよりは上総の国の黒人衆だ。当初は里見氏に仕える。自分の娘を里見義隆の側室に出すなどして勢力を維持。だが河野大合戦後に里見家を離反。その後は北条方として里見氏と戦ったという武将だ。戦上手で巻消失と呼ばれ恐れられたとか。とりあえず登用。次なるは結城正友。正友は結城氏第十五代当主。三歳で家督を継ぐが家内は混乱する。成人後、勝手な振る舞いの多賀や泉の神を誅殺。そして実権を掌握、宇都宮氏と同盟するが敵対。だが猿山合戦で圧勝。その後も次男を小山家に送り込むなどして勢力を回復させた武将だ。結城氏中高の外まで言われるだけのことはあるね。というわけで登用。これで足利家も滅亡したぜ。足利家も大なし。というわけで里見家を絶賛進行中だ。本当に極悪だな。里見に落ち度があるのか。坊やだからさ。なんだそれ。里見香る部隊壊滅。姫武将かな。総大将、里見義隆部隊壊滅。しかも捕らえたぞ。よし、これより休憩とする。敵があるまで休むがよい。
では、これより城攻めを開始する。者ども、いさめよ。ここで気合一発。おお、今度は小柳川宗友が功を挙げたぞ。伊達に年は重ねておらぬと見える。これで城も落ちたわね。では武将紹介、行ってみるか。さーて、誰があるかな？まずは里見義隆。父を殺害した義豊を北条氏の力を得て追い出し里見家当主となる。だが北条氏綱と敵対、足利義昭と同盟を結ぶことでこれに対抗。そして北条氏を脅かすまでに勢力を拡大させ最盛期を築き上げる。上杉氏と義見を通じるなどして北条氏に抵抗したという武将だ。欲しいよ、導きたまえ。映画の里見八犬伝か、誰も知らねえよ。知ってる人はコメントしてね。里見義隆に死を賜る。これで里見家も滅亡したぜ。里見家も大なし。では勢力図を確認しておこう。まずは武蔵だ。武将は誰がいるかな？上泉信綱とかがいるな。良い顔ぶれじゃわい。光月も見ておくか。武将は誰がいるかな？前回もあまり変わってないかな。しかし数がいるのは面倒よのう。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。次なる敵は武田、上杉、それとも、次回も交互期待。それではご視聴。ありがとうございました。